世界で一番短い聖書の話の時間となりました。今日イスラエルからですね、ナイカ経由で帰ってきたんですけども、最終日はですね、集会を行って、その後、夜の9時の予定でポーランドの方々とお会いいたしました。そして次の日、午前の1時ちょっとに私たちは出発して、超ハードスケジュールであったんですね。そしてですね、この中で、今日の御言葉はですね、求めなさい、そうすれば与えられますです。祈りがどんなに大きな祝福かということを皆さんは見てると思うんですが、さらに用いてください。私たちはそれを体験いたします。このお会いしたポーランドの方々とはですね、数年間に2回集会を行ったんですね。そこで素晴らしいことが起こりました。それは何が起こったのかというとですね、イスラエルに御心があり、イスラエルのために祈りなさいという予言がその集会の中で行われた時に、そのポーランドの方々はその気はなかったんですが、御心ならばと祈り始めたんですね。そうしましたら、奇跡的にその道が開かれてきたのです。そしてですね、そのことのお礼にこちらに電話をしようとして電話をしてきたんですが、しかしその時に素晴らしいことが分かったんですね。このポーランドの方々がイスラエルに来る時と、私たちのチームがイスラエルに行く時とどうも重なっているようなんですね。それじゃあイスラエルで会いましょうということになりました。ところがですね、日程っていうのが、実に会うのに難しい日程になっていたんですね。それはどういうことになっていたのかというと、ポーランドの方々はエイラートというところから入って、そしてイスラエルを縦断するというルートを取ったんですね。6日間ですから、あっという間に過ぎちゃうわけですね。で、私たちはガリレアとエルサレムに定住するということですので、会わないわけですね。しかし祈りの中で私はこう思ったんですね。特別な主の御手があるから、これは必ず祈りが応えられるんではないかと、こういうふうに祈っておりました。しかし最終日までなかなか道が開かれなかったんですが、最終日にこの神様が特別に開いてくださったんですね。夜の9時以降会うことができる。それで私たちはですね、夜集会が終わってからそちらに行きました。感動的な出会いとなりました。私たちは互いに話し、祈り、そしてですね、写真を撮って帰ってきたんですが、泣いてる方々もいらっしゃり、特別な主の御手と導きに驚いたのですね。そしてその中で向こうの方も言ってました。これは何か教会同士に何か特別な主の御心があるんではないか。また私もそう思っております。ですからこれから楽しみです。何かいろんな展開がこの後起こってくるんではないかということを期待しています。神様は生きておられます。どうもありがとうございました。